です。やびが迫ってきたね。ね、いつの間にかもう結構下がってしまってました。高本さん、くまさん、ありがとうございます。今日も6時半から1時間ぐらいやりたいと思います。今日もね、あの6時からできそうなので、6時、うん、そう、夕方は6時から1時間、あ、間違えた、2時間ぐらいやろうかなと思ってます。朝涼しくなったな。ね、めちゃくちゃ最近もう涼しいよね。お昼はまだ暑いって思う時あるけど、でも全然ブルースさん、クマさん、ありがとうございます。了解、おはようございます。1時間後にしようですね。よろしくお願いします。もうやめてよ。ウニさん、クマさん、ありがとうございます。夜だけは気が来た。夜だけはやめてほしいな。でも朝ももうだいぶ涼しいよね。まあお昼もまだ暑いは暑いけど、まあ前よりは全然涼しくなってくれたなって感じ。今日も可愛すぎてお邪魔しちゃいました。ありがとうございます。どうしようかな今日。今ね、ちょっと今日ね、あのあれを、その夕方の配信でやりたいことがあって、それが2時間でさあ、なんかちょ、今回そのやりたいこと2時間やったらちょっと少なめかなって思って、そうだから今30分やって、で今日時間はあるんですよ。だからその夕方5時半からやるのはいいのかなって思ってて、皆さん5時半って見れますかね。5時は結構仕事終わったばっかの方が多いのかもしれへんですけど、ナンバラウィーク最終日は見やめれると思わんかったら嬉しい。ありがとうございます。まさかの、あの最終日はアミアヤでした。ナンバラちゃん、オンライン10月12日と13日の服装とか決まってる。
一応表なんて表っていうか衣装のなんか表っていうか作ったんですけど、あでもそっかオンラインか、オンラインやからあのまたあれに出します、受付前に出しますね。そう、あ、南原大好きマンさんがたくさん、くまさんありがとうございます。おはにゃおはにゃ、なんか猫ってさなんでさ寝るときはさベッドおんのに起きたらおらんくなってんねやろね。大丈夫ですよ、ご飯作ってる、ご飯作ってるの、いいですね。お仕事が10、あ、お仕事18時まで、その後見ながら来てくる、なるほど。そうよね、時だけ6時の方が見やすい方は、じゃ見れる方は多いねんけど、そう夕方やる時、夕方やることが2時間で足りるのかっていう思ってどうしようかなって思って悩ましいですね。投げてるからあんまりいないけど、え、でもポイントには入るのでありがとうございます、はい、後ろの廣岡の野口、後ろのやつはあれ、あのロフトコラボの時のやつですね、梅田のロフトコラボの時のあのグッズの入れ物です、あれは。そう、何以上お買い上げの方の紙袋プレゼントです。え、こう仕事あるのか、9時台は他のゲームが少ないから6時台でいいと思う、6時でいいか、まあいいや。おはよう。梅田のロフトなくなるらしいね。あ、そうなんや。おはよう。うん。ご飯あげたの、こちゃん。うん。あげた？うん。あげたって。梅田なくなるんやろ、なくなるんや、やば、めっちゃでかいのにね、あれ何になるんやろ、ロフトなくなった、最近そう、なんか寝るときにあゆみの上か横にゴマが来てくれるようになったんですよ。こんちゃん手が好きなんかな、分からへんけど手をめっちゃ、手にめっちゃ近づいてくる、多分猫めっちゃ泣いてるからママが起きちゃったやろな、長い。
何の話してるんやこれ、分からへんわ。普段やってる7時から7時半に走った方がいい。それでもね、あの時間が間に合わないんですよ。そう、できるだけ6時にしたいんですね、配信を。あの 見れる方多いから。でもそうしようと思ったらこっちを6時半か7時半にするしかないから。ママが起きてる、泣いてる。じゃあ、あやみが一回起きたから、あやみが起きてるから泣いてるんやさ。もう人が起きてるってのは分かってるからあげてのいいな。なんでやろ、梅田ロフト近くにガチャガチャの森があるからたまに寄ります。いいね、起きてかそう。ごまちゃんツンやなくなってる。ごまちゃんは全然ツンじゃない、もう結構甘えたちゃん。豆は積んどころじゃないな、豆はもう。もう何や、あれあれでもビビってんねんな多分まだ。泣いてるから起きたっぽいな。一番懐いてるのはごまちゃんかな。ごまちゃんがなんやかんや、なんか麦ちゃんは、まあ、いつもずっといる感じって感じ。あ、じゃあママあのさ、夕方の配信さ、今6時からの予定やんか、でもさもうちょっと長くやりたいからさ、今30分にしてさ夕方2時間半にすんのいいかな。いいよな。え、じゃああの何その、うん、見れるか見れないかみたいな感じで、うん、それ聞いて。まあ何に、うん、まあまあ分かんない。いいよね。そういうこと。あ、まだロフトの話か。めちゃんが猫ちゃんの話するか、うちの猫ちゃん起きちゃったよ。かわいい。鬼怒川のドン麦、最近鬼怒川のドンやから、一番最初に来てるし、一番年上やし、一番多分でかい。8時の壁つらいな。ほんまに8時の壁、あれか、今日があれか、今日が一旦何中間発表みたいな時やんな、今日終わったら。いや、まだ明日の5時かららしいね、イベント26の5時から15時から、あ、間違え、17時からまたイベントスタート
夕方、そう夕方が30分長くなります。が2時間やったのが2時間半だった。5時半だから見れる人もいるやろし変わらんじゃね。じゃあ5時半かな。じゃあまた X で言いますね、配信前に。最近は涼しいから窓を開けてたら網戸に飛びついて壊しちゃいました。あーね、網戸は一回ね、網戸にしてたら破られて外出ようとしたので、もううちの家は開けれないということがもう分かりましたね。でもビビリのくせに外には興味があるからさ、今日は20時までが前半戦終了です。だから今日はね、ハンデって感じでやる。そう、時間の壁がみんな同じです。今日は皆さん夕方はよろしくお願いします。中間1位なら確実にライブに出るのが確定。なるほど、中…あ、OK、なるほど今日は少し暑くなるらしい。マジか。わざと…じゃあ明日の朝またボール投げ放題。そうだね、そうなります。はい明日の朝また投票モードになりますね、イベントやってないから。猫ってなんで散歩させないんだよね。確かに一般的にはさせないね。でもこの前あれよ、見たよ、散歩してる子、散歩に行ってる猫ちゃん、あのほんまにワンちゃんみたいに首輪とリードをやったっけ、つないで散歩してる猫ちゃん、いたいた。すごっ、もう190万ポイント、皆さんありがとうございます。もうすぐで200だ、もうすぐで。ありがとうございます、本当に。爪があるから網戸突破できるとか、そういうこと爪でビリって破られて、で、そのそこから出て、いやなんかめっちゃみんな始まった。今日は雨予報ですね。雨予報か。でも秋とかさ、もう冬の雨ってさ寒いだけやん。ちょっとジメジメが夏よりさ減るから、それはそれで嬉しい。梅雨のジメジメ、梅雨の季節の雨とさ冬の季節の雨が全然違う。明日朝は何やっても時間カウントされる。そうですね、何やもうイベントがまだ始まってないっていう状況になるので、状態になるので、猫用の猫ちゃん用のハーネスが最近言ってるから お散歩させやすくなってる。ああなるほど、あ猫ちゃん用とかあるんや。YNN でペット自慢配信とか生配信とかしてほしい。もうペット自慢生配信はリモートしか無理だな、うちの場合あれやな、生配信じゃなくて収録でその猫ちゃんたちの動画を、あの自分ちの
ペットの動画を撮ってそれで収録なんか編集してつなげるみたいな感じならいけそう。え、そうなん？時間ランキングのクリア区切りなだけで20時以降も明日も朝も総合ランキングえな、どうなんやろ、もう分からへん。やだな。待って、もうそろそろ壇上読まないと。うん、よし、総合ランキングは最後の期間まで。え、じゃああれ、今日はみんな8時のさ壁あると思ったのにないってことをみんな。え、悲しい。なんだ、舞踏しか OK です。ありがとうございます。じゃあ壇上読みたいと思います。いきます。いきます。13位デベルノイドさん、ありがとうございます。12位大野人さん、ありがとうございます。11位きびだんごさん、ありがとうございます。10位ムージュさん、ありがとうございます。9位みかんやさん、ありがとうございます。8位めいさん、ありがとうございます。7位おやじさん、ありがとうございます。6位ブロスさん、ありがとうございます。5位マサノンさん、ありがとうございます。4位ウニさん、ありがとうございます。3位ジョーさん、ありがとうございます。2位高松さん、ありがとうございます。そして1位はナンバラ大好きマンさんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。15日です。今日はい、今日は25日水曜日、はい。でナンバラ頑張れスキマンさんでした。はい、アバターはどうしますか。このままにしますか、ねまるくんにしますか。このままで了解です。はい、ねまるくん、にままるくん、しっぽ、足、しっぽで、顔ドーン。お、かわいい。全然時間が全然違う。6時半 OK です。ではありがとうございました。はい、ありがとうございます。
今日の1位はナンバーダイスキマンさんでした。ありがとうございます。はい、ということで、はい、ありがとうございました。はい、また、夕方はまた5時半から2時間半やるのでよろしくお願いします。終わり終わりです。ごめんなさい。はい、そう、もともと1時間やったんですけど、ちょっとね、早く終わることになりました。はい、ではまた、そう、あれですね、いつ5時半やか、まあ、夕方終わりじゃないわ夕方頃にポストするので、はい、一応ね、ではよろしくお願いします。ではありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。じゃあまた後でもよろしくお願いします。バイバーイ。